私の名前はミカコ。今年で32歳になる会社員です。夫のシンジは3つ年下で、同じ会社に勤める同僚です。シンジはとても真面目で誠実な人で、私は一緒に働いているうちに好意を抱くようになりました。そして私からアプローチをして交際に発展。交際から2年後にシンジからプロポーズを受け、その半年後に私たちは結婚しました。シンジとの結婚生活はもう4年になります。シンジはいつも私のことを愛してくれます。それは交際中はもちろんのこと、結婚してからも決して変わることはありませんでした。私たち夫婦は決してお金を無駄遣いすることなく、質素倹約に努めた生活を続けていました。と言っても、もともと私もシンジもお金を使って遊んだり、高価なものを買って楽しむということがない性分でした。外食に行ったり、旅行に行ったりすることもほとんどなく、ただ二人でいるだけで幸せを感じることができました。私たち夫婦にとっては、何気ない日常こそが幸せの形となっていたのです。そんな幸せでいっぱいの私たちの夫婦生活に、一つだけ悩みがありました。それは、シンジのご両親、つまり私にとっての義両親の存在でした。同居しているわけはないので、日常的に関わることはなかったのですが、私たち夫婦の収入から義両親に毎月仕送りをしていたのです。私たちは結婚後も同じ会社で働いていて、お給料もほとんど同じ水準でした。そのお金の中から、二人で話し合って生活費や貯金額を決めていました。その際に出てくる必要経費の一つに、義両親への仕送りがあったのです。しかもその額は、子供が親にする仕送りにしては、あまりにも大きなものだったのです。もちろん、シンジが義両親を思う気持ちを否定するつもりはありません。しかしながら、もう結婚しているのに、そこまで多額の仕送りをする必要があるのか、私にはいつも疑問でした。少ない年金で暮らしているならまだしも、義父はまだ現役で働いています。しかも、義父が勤めているのは、地元でもそこそこ大きな会社だったのです。それなのに、そこまで大きな額の仕送りをしなければならない理由が、私にはわかりませんでした。それでも、夫婦で協力して家計を支えたいと思っていた私は、仕送りの半分を自分のお給料からも出していました。それもあって、私はシンジに対してたびたび仕送りのことで小言を言うことができたのです。しかし、シンジはそんな私に申し訳なさそうな顔をして、毎回決まってこう言ってくるのです。両親には大学の学費を出してもらったからさ、俺にとってはこれがせめてもの恩返しなんだよ。ミカコにまで苦労をかけちゃって本当にごめんな。シンジにそう言われてしまうと、私もそれ以上強く言うことはできません。聞けば、義両親はシンジの通う私立大学の学費を支払うために大変なご苦労をされたというのです。だからこそシンジは文句の一つも言わずに今でも仕送りを続けているのでしょう。私は言いようのない不満を抱えながらも、その件については目をつぶるしかありませんでした。結婚してから私たちは月に一度は義実家に顔見せに行くことになっていました。しかし、その度に義両親は私に対してしつこく絡んでくるのです。どうせ美香子さんは安月給なんでしょ？シンジにばっかり負担をかけて。そりゃあ美香子さんがうちのシンジと同じだけ稼げるわけはないだろう。うちのシンジは名門私立大学を出たエリートなんだからな。もう少しそれにふさわしいお嫁さんをもらってほしかったものだ。まるで人権侵害とも受け取れるひどい言葉にも、
私は必死に我慢していました。私は確かに高給取りではないかもしれませんが、それでもシンジと同程度には稼いでいるのです。それなのに安月給と罵倒されたことに、私は心底から腹が立ちました。そもそも義良心とは、初対面の時からあまりいい印象がありませんでした。結婚前に私が初めて義実家にご挨拶に伺った時のことです。はじめまして、美香子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そう言って、深々と頭を下げた私に、義両親はニコニコと優しく接してくれました。客間に通されて他愛のない話をするうちに、ガチガチになっていた私の緊張も解けていきました。しかし、シンジが席を立った瞬間、義両親の表情が一変したのです。ミカコさん、あなた今いくらぐらい稼いでいるんだい？義母がそう言った瞬間、私は困惑してしまいました。いくらなんでも初対面でお金の話をしてくるなんてデリカシーがなさすぎます。私が苦笑いをしていると、畳みかけるように義母から次の質問が飛んできます。貯金はどのくらい持ってるんだい？結構溜め込んでそうな顔をしてるけど。その瞬間、私の頭の中はフリーズしてしまいました。収入だけでなく、貯金の額まで聞いてくるなんて、非常識にも程があります。もちろん、具体的な貯金額などを答えるはずもなく、私はひたすらに苦笑いを続けていました。すると、とうとう義両親は怒り出したのです。答えられないくらいの貯金しかないくせに、うちのシンジと結婚しようとしているのか。どうせシンジのお給料目当てで結婚しようとしているんでしょ？本当にあざとい女ね。あまりに失礼な言葉の数々に、私は大きな声で言い返そうとしました。しかしその瞬間、シンジが部屋に戻ってきたのです。その顔を見た瞬間、私ははっと我に返りました。そして、なんとか怒りを抑えることができたのです。もしもあの時、シンジが部屋に戻ってきてくれなかったら、私と義両親は大喧嘩に発展していたと思います。そんな経緯もあり、私たちは結婚後も義実家とはあまり関わらないようにして暮らしています。しかし、月に一度の顔見せだけは、シンジの希望で続けていました。私はその顔見せが嫌で嫌で仕方ありませんでした。なぜなら義実家に行くと必ず嫁いびりがついてくるからです。そのうちに私はカレンダーをめくる瞬間にまで恐怖を感じるようになりました。このままずっと月が変わらなければいいのにと本気で思ってしまうほど耐え難い苦痛だったのです。しかも不思議だったのは義実家に行くと必ずブランド物の洋服やバッグが飾られていることです。中には一着10万円を超える洋服もありました。さらに義父は私の前でもいつもパチンコや競馬の雑誌ばかり読んでいるのです。その光景を見ると義両親が私たちの仕送りを使って散財しているように見えて何とも言えないような気持ちになってしまいました。もちろん、そのことはシンジにも相談しました。すると、シンジにも思い当たる節があったようです。すぐに義両親に連絡をして、注意をしてくれました。しかし、残念ながらその後も義両親の言動が変わることはありませんでした。きっとシンジとしても、学費のことが負い目となって、義両親には強く言えないのだと思います。しかしシンジは私が義両親の言動を苦痛に感じていることをしっかりと受け止めてくれました。そして私に配慮して月に一度だった義実家への顔見せをお盆とお正月だけに減らしてくれました。そのおかげで私の精神的な負担は本当に少なくなりました。
しかし、それでも義両親への仕送りは続いていました。もちろん納得はできませんでしたが、シンジの義両親を思う気持ちを考えると強くは言えません。私は毎日のようにこうした板挟みに悩んでいたのです。そんな私のもとに、ある日突然電話がかかってきたのです。電話の主は私にとって唯一の身内である叔父でした。実は私には両親がいません。二人とも私が幼い頃に交通事故で亡くなってしまったのです。そんな私を母の兄である叔父が引き取り、短大まで行かせてくれたのです。私は自分を育ててくれた叔父さんに感謝の気持ちでいっぱいでした。しかし、私は叔父さんの話を聞いて絶句しました。叔父は私を引き取る前から、小さな会社を経営していたのですが、その会社が不景気の煽りを受けて倒産してしまったというのです。電話口の向こうからも、おじさんがひどく落ち込んでいるのが伝わってきました。おじさんの話を聞き終えた私は電話を切ると、上司と真司に事情を話して会社を早退しました。そしてその足ですぐにおじさんのもとへと向かったのです。思えば、おじさんと会うのは私の結婚式以来でした。4年ぶりに会ったおじさんは、げっそりとやつれて、見るからに憔悴していました。いつもニコニコと明るい笑顔で、私に接してくれたおじの憔悴しきった姿に、私は驚きを隠すことができませんでした。私は、おじさんと今後のことについて話し合いました。聞けば、おじさんの懸命な努力によって、従業員たちの再雇用先は確保しており、おじさん自身の働く先も見つけてあるというのです。おじさんにとっては、それだけが不幸中の幸いとなっていたようです。しかし、まだ安心はできません。なぜなら、倒産した際に残った膨大な借金を、これから返済していかないといけないからです。おじさん、私も協力するから援助させて。頭で考えるよりも先に私の口から言葉が飛び出していました。おじさんはびっくりした様子で、いやいや、美香子にそんな迷惑をかけるわけにはいかないよ。そんなお金があるなら自分たちのために使いなさい。と言ってくれました。しかし私も負けじと、おじさんがいたからここまで大きくなれた。短大の学費だって全額出してくれたじゃない。今度は私がおじさんを助ける番だよ。私からの恩返しだと思って受け取って。と言っておじさんを説得します。結局、おじさんはしぶしぶながらも援助を受けてくれることになりました。その目にはうっすらと涙が浮かんでいるように見えました。ミカコ、本当にありがとう。この恩は絶対に忘れないからな。私は帰宅すると、シンジに今の状況を包み隠さず話しました。そして、シンジに向かってこうお願いしたのです。これから月々、おじさんに仕送りしてあげたいんだけど、いいかな。当たり前じゃないか。おじさんはミカコの育ての親なんだから。困った時には助け合うのが当然だろう。シンジ、本当にありがとう。こうして私とシンジは自分たちの生活費を見直すことにしました。食費や雑費などをギリギリまで切り詰めて、おじさんへの仕送りを捻出しようと考えたのです。しかし、やはりネックとなってきたのが義両親への仕送りでした。ねえ、ご両親への仕送り、これからは少し減らしてもいいかな。そうだな。そこを減らさないと厳しいな。仕方ない。そっちを減額することにしよう。こうして私たちは、義両親への仕送りを減額し、浮いたお金をおじさんへの仕送りに充てることとなりました。それから1週間ほど経ったある日、私たちは夫婦で義実家へと向かいました。
シンジ、なかなか来ないから心配してたのよ。今月分の仕送り、首を長くして待ってたわ。義母はそう言いながら、笑顔で私たちを客前と通してくれました。シンジは出された座布団の上に座るとすぐに、母さん、そのことなんだけど、仕送りは減額するから。と言い放ったのです。義母は笑顔のまま言葉を失っています。あまりにストレートな言いっぷりに、横にいた私まで驚いてしまいました。すると、みるみるうちに義母の顔がこわばっていきます。その表情は間違いなく怒りに満ちていました。信じ、お前を大学に行かせるためにどれだけ私たちが苦労したと思ってるんだい？それは感謝してるよ。でも父さんのお給料もあるし、仕送りがないと生活できないわけじゃないだろう。ちょっと待ってなさい。今お父さんを呼んでくるから。そう言って義母は義父を客前と連れてきました。しかし、シンジはひるむことなく説明します。父さん、母さん、よく聞いてくれ。実は、美香子のおじさんの会社が潰れてしまったんだ。だから今月からこちらへの仕送りは減らして、美香子のおじさんへの援助に当てたいんだよ。何勝手なこと言ってるのよ。美香子さんのおじさんの会社が潰れたのは、経営者としての才覚がなかったからでしょ？それなのに、どうして私たちへの仕送りを減らすっていう話につながるのよ。母さんの言う通りだ。能力もないのに経営をして会社が潰れたんだから、完全なる自業自得じゃないか。苦労して大学まで出してやったんだから、わしらに仕送りをするのは当たり前だろう。私のおじさんは確かに超有能な経営者ではなかったかもしれません。でも誰よりもお客さんを大切にして、従業員を家族のように愛する素晴らしい社長だったと思います。そんなおじさんの努力と苦労を間近で見てきた私は、義両親の心ない言葉にとても怒りを覚えました。あなた方は知らないかもしれませんが、私のお給料からも仕送りを半分出してるんですよ。それなのにブランド物やギャンブルに散財して、感謝の気持ちが感じられないじゃないですか。私たちはそんな無駄なお金を仕送りするために毎日働いているわけじゃないんですよ。何を偉そうに私たちに説教なんかして、あなたに世話になったことなんて一度もないわよ。美香子さんはこの家の人間じゃないだろう。これはわしら家族の問題なんだから、赤の他人は黙っていろ。義父がそう言った瞬間、室内にバンという音が響きました。私の横に座っていたシンジが、両手を思いっきりテーブルに叩きつけたのです。いい加減にしろ、このバカ親が。シンジがそう言うと、義母が顔を真っ赤にして言い返します。シンジ、あんた親に向かってなんてことを言うんだい。お前らなんかもう親でも何でもない。俺たちの仕送りを使って無駄遣いばかりして、いくら何でも調子に乗りすぎだぞ。金輪際、もう仕送りはしないからな。その言葉を聞いて、義両親は愕然としてました。しかし、義父はそれでも諦めません。仕送りをやめるだなんて一体何を言い出すんだ。お前には親に対する感謝ってものはないのか？その瞬間です。知ってるんだぞ。あんたが消費者金融に借金していることを。シンジがそう言うと、一気に室内は静まり返りました。消費者金融って、本当なの？あなた。そんなのシンジの嘘に決まってるだろ。いい加減なことばかり言いやがって、わしがそんなところから借金するわけがないだろ。嘘をついているのはあんただろ。限度額いっぱいまで借りた挙句に、勝手に俺のことを保証人にしてるんだから。あんたの返済が遅れるたびに、俺のとこに催促の電話が来て困ってるんだよ。だから、
俺たちの仕送りがないと生活できない状況まで追い込まれてるんだろ。それを聞いている義父の顔がみるみるうちに青ざめていきました。とにかく、もう金輪際仕送りはしない。もう決めたことだ。じゃあ、俺たちはもう帰るからな。そう言って、シンジは立ち上がって義両親に背中を向けました。その背中を私も慌てて追いかけます。シンジ、これまでの言葉はすべてわしらが悪かった。だからお願いだから仕送りはやめないでくれ。必死に謝る義両親に見向きもせずに、私たちはそのまま義実家を出て車に乗り込みます。そしてそのまま二人で自宅へと戻りました。こうして私たちは4年間に及ぶ仕送り生活に終わりを告げたのです。義両親への仕送りがなくなると、毎月かなりのお金が浮きました。その浮いたお金で、今度は私のおじさんに仕送りを始めました。しかし、おじさんは私たちの仕送りに甘えることなく、真面目に働きながら地道に借金を返していました。おじさんは私に毎日のように近況を報告してきては、感謝の気持ちを伝えてくれます。しかし、私にとっては、おじさんの顔にまた昔のような笑顔が戻ってきたことが何よりも嬉しかったのです。それから3年後、とうとうおじさんは借金を完済しました。そのタイミングで私はふと気になって義実家の様子を見に行きました。すると、なんと義実家は売り物件にされていたのです。びっくりした私は、義実家のご近所さんに何があったか聞いてみました。ご近所さんが言うには、あれからすぐに義父は自己破産してしまったようです。そしてその後は夫婦喧嘩が絶えなくなり、それからほどなくして離婚してしまったと聞きました。二人が今、どこで何をしているのかは、私にも真司にも全くわかりません。少しかわいそうな気もしましたが、やってきたことを考えれば自業自得です。ちなみに私は現在、お腹の中に新しい命を授かっています。それに伴って、勤めていた会社も退職し、これからは専業主婦として真司を支えていきます。義両親への仕送りから解放され、おじさんの借金も返し終わった今、私たちはようやく本当の自由を手に入れた気がします。これから生まれてくる子供と一緒に、私たちはこれからも幸せに暮らしていきます。